2018年6月、大瀬と千島はタイにいた。彼らは広島から世界へをテーマに、国内外問わず活動を広げる音楽家。今回で4回目となるタイ公演は、バンコクを中心に演奏してきたこれまでとはまた違った音楽道となる。広島から台北、バンコクへと約6時間のフライト。バンコクへ入国後、息をつく間もなく、前回のタイ公演から約半年ぶりに触る自分の楽器が問題なく音を奏でるのか機材チェックへと向かう。全てをプロモートしている井上さん、今回使用するステージ装飾をこっそり準備してくれていた。エクストラだ。それのこれスタート、それの顔、顔、ああいいですね。そしたらステージ上でこれ同じやつ作ったから。やばい。わあ。おお、すげえ。ええ。ピッとちょっと広げてください。ああいいですね、いいですね。わあすごい。やばい、すごい。どう？すごい。え、っていうかこれ今回だけでしょ？もちろん。すげえ、すげえ痛くな。初日の夜は大瀬と千島を応援するタイメンバーが集まり、開催中だったワールドカップのネタを交えて英気を養った。真面目か。大阪半端ねえ。半端ねえ。どっち？今回日高陽子エンタープライズさん、タイで協力協賛していただきまして、まあ緑色のポロシャツをね、うん、僕たちも着たりとか写真とか映像でも出てくると思うんですけど、ね、そう。まあ、今回その僕たちのタイの公演に賛同していただいて、うん、すごく協力していただいたことにね感謝しています。こんにちは。来てくれて、井上さんありがとう、井上さんありがとうって、もしなるんであれば、また12月に、うん、ということで、いろんなものをセッティングできたら。タイ北部にあるパヤオ県は、チェンライへと到着。沖縄にも似た空港の雰囲気を感じつつ、ドライバーであるヨットさんとの合流を目指す。タイ公演の送迎、機材運搬を毎回担当してくれているチーム大瀬戸千島の一人だ。今回も早朝から機材運搬のためバンコクより峠を越え800キロの陸路を走ってきてくれた。まるでヒッチハイクみたいですね。ヒッチハイクのようですね。
無事に会えたことを喜び、一同はチェンライ市街へと車を走らせる。いいっすね。どうっすか、チェンライ。楽しい。楽しい。楽しい。なんか、店がいっぱいあったから。いいっすね。6月23日、タイ公演初日。今日の公演をサポートしてくれている日タイ協会の皆さんと合流。会場となるポータラム寺院を目指す。それ今何しようんですか。タイ語の勉強。ああ、なるほど。サーディカープ。トゥクンサーディカープ、ポンマジアク、イプン、オセドチシマクラップ。マサルクドエカン、ジョンジャップコンサート。ウィルクラップ。なるほど。難しいです。ですね。タイ、パヤオ県。この辺りは国内でも特にひどい貧困地域となる。事情により子供たちは自分を出すことのないよう教育されていると聞いた。食事するんだ。はい。そうだよね。来ました。到着しました。到着して、こんなひどさです。日大協会は広島でタイを支援している組織。日大協会にとってもここで講演を行うのは今までとは違う試みとなる。機材を搬入後、講演の前に短い時間だが。寺院を訪問する。あ
無事に音も出て楽器も快調で、楽しんでいただけたかなと思うんですけど、こちらで幸せなら手を叩こうやったらバカウケということでね、うん、頑張りましたね。そう、いや本当にね、僕たち外国人のアーティストが来るとか、まあ、生で演奏を聴くっていうのは初めてだったと思うので、まあ、最初は緊張感とか、ね、ちょっと照れがあったと思うんですけど、みんなの、ね、笑顔がちょっとこう見えたっていうのは私もほっとしました。どうですか？うまい。へえ。わお。初日を終え、名残惜しくも明日の公演へ向けて北東部に位置するパヤオ県から700キロ離れた根県の町を目指し、大瀬戸千島大公演の旅は続く。6月24日大公演2日目、カーンスックサーコンターボード根県スクールがこの日の会場。ここは全盲の子どもたちが通う全寮制の学校。日本でも全盲の子供たちに音楽を届けた経験はないと大瀬戸は話す。まあ、僕ら そのタイであの協力してくださってる方が一番最初に言っていたのが、この音楽を子供たちに聴かせてあげたいと。もっとタイの子供たちにこういう音楽を聴かせてあげたいんだっていうことを最初に言われてたのがすごく僕の中で響いてて、でスピーカーから流れる大きな音、それで目の前で生演奏を届けるってことを、まあ、やりたいっていうところが僕の中でも千島の中にも芽生えてて、でもそれをやろうにも準備が必要で、そしてあの何者なんだ僕らは結局どういうことをしてきてるアーティストなの、どういうことをしてきたタイでどういうところで演奏してんのっていうことが分からない限り信用するところがないじゃないですか。まあ、僕たちにとってはその今までの経験と活動っていうかステージがなかったら今回のもできてなかったなって思うんで、やっぱ一番やりたかったステージに行くにはすごく時間と努力とそして周りの人の協力がすごく必要だなっていうのを感じながら今ステージに立ってますけどね。
ですね、もう今日の子どもたちはほとんどの、ね、子どもたちがあの目が見えないという中で、この子たちにとったら手がね自分たちの目の代わりなんだっていうところがあるのは、やっぱり楽器を触りたかったとか、音楽聴いた後にどんな楽器でなんか今日演奏してたんだろうなっていうのを、やっぱり子どもたちが興味を持ってくれてたのは嬉しかったなと思いました。明日はまた違うね学校なんですけども、一つ一つのねステージ一生懸命オセドチ島の精一杯の音楽を届けていけたらいいなと思っています。子供たちの笑顔を見れるように明日も頑張ります。ありがとうございました。前日から3日間は根茎を中心に近辺の学校へ訪れた。小中高校生の学生のみんなへ会いに行く。両校で約400名、1000名ほどの生徒たちが彼らの来校を屈託のない笑顔と若いエネルギーで迎えてくれた。海外での演奏経験とか、やっぱり初めてのところでどこか僕自身が緊張してるなっていうのは前回まですごく感じていたので、とにかく楽しんでもらうには自分がより楽しまないととか、なんかそういう心構えというか気持ちはすごく持つようになりましたね。6月27日いよいよラストの公演となる5日目、根茎の町を離れバンコクへ向かう途中にある学校へ向かうも、今回の道中では最も田舎地域になった風景に一同若干不安となるが、すぐなり会えることを待ちわびていた子供たちに二人も笑顔が戻った。まず生活環境が違う中で最新の楽器を持ってきてコンセントにつないで音を出すっていう、そのなんかギャップっていうか、例えば日本の子供たちだったらもっと違う雰囲気があると思うけど、やっぱりこっちの子供たちって何もかも興味津々っていうか、新しいものにものすごく食いついてくる。あなたは誰って、この楽器は何、どういうことすんのつって、わーみたいなあの雰囲気ってなんかどこかこう日本で感じたことがない。で僕らもそれに応えようとして一生懸命なんか応えようっていう、言葉は分からないけど、音楽しかできないんだけど何か楽しんでもらえたらいいなっていうね。
本当に大瀬戸島もこの音楽を通して日本でも海外でも生きていくっていうことはすごく大切なことなので、まあ、それは日本でも言えることで、今後の活動っていうのはいろんな人の協力もありきだと思いますし、僕たち自身はやっぱりタイでの活動はもうとにかくいろんな人に音楽を届けるっていうことはもっともっとしていきたいなと思います。タイで何かをしようじゃなくて一生なんですよね、僕の中では。タイで何かを成し遂げたいとかいうものではなくて、やっぱり大瀬戸千島だからこの世界っていうかこのステージに立てたっていう、なんか大瀬戸千島だから来てよかったとか思ってもらえるっていうのは、まあ日本でもそうなんですけど、どこの環境でも、まあ、自分たちのスタイルを変えず、なんか一生懸命届けれたらいいかなっていう、一つ一つの公演がね、もちろん子供たちに届ける音楽、チケットをもらってみんな聴きに来てっていう環境ではないですし、照明があって音響がドーンとあって、なんか環境的にはそうではないけど、でもそれ以上に何か今後自分たちの活動につながる内容ではあるなっていうのを毎日感じてますよね。すげえなっていう、ふつふつとこう盛り、こうしてみよう、ああしてみようとか、うん、なのでそれは日本に帰っても一緒なんじゃないかな。ここで得たものっていうものをまた日本でも届けていきたいし、うん。